明日11月から値上げを予定している食品はここ2年で最も少なくなる見込みで、値上げラッシュは年末にかけて落ち着くとみられます。11月に値上げされる商品は酒類、飲料など131品目です。帝国データバンクによりますと、11月の値上げ品目は値上げラッシュが本格化した去年1月以降最も少なくなる見通しです。一部食品で値上げ後に販売数量が減少するなど、家計が値上げに追いつかない値上げ疲れが見られたため、多くの企業が追加の値上げを見送った可能性があるとしています。来年の値上げ品目は先月末時点で493品目にとどまりますが、円安などの影響で断続的な値上げは来年以降も続く可能性があるということです。